ひくま駅は、静岡県浜松市中区ひくま5丁目にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は06。相対式ホーム2面2線の有人公開駅。地上駅時代は、短式ホーム1面1線だった。当時は、駅舎はなく、自動券売機と冷房付きの待合室が、ホーム上に設置されていた。終日無人駅であったが、時間帯によっては、 中札のため係員が派遣されていた。駐輪場は、駅北東及び北西に存在する。地上駅時代は、正式名称には、演州と付き、円州ひく間駅だったが、各種表示や、車内放送では省略され、ひく間駅と案内されていた。円州ひく間駅当時開業当時の地名より島の豪駅と命名された。その後ひくま村は1934年に、 ヒク町に1936年にヒク町が浜松市に編入されて、浜松市ヒク町大和座島の里になり、島の豪地築がさらに1941年に浜松市ヒク町内に完全に編入されたため、戦後の1951年に遠州ヒク駅に改められた。そして2012年の高架化の際に、現在のヒク駅に改称された。 2019年度の乗車人員は498,267人、校舎人員は479,297人で、ある。主として、通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員を呼び、校舎人員は次の表の通りである。ありがとうございます。